皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は脳トレしりとりです。しりとりは言語機能、記憶力、判断力、理解力、思考力に効果があります。考えることで脳内の血液の流れを良くし、認知機能の低下につながると言われていますよ。脳トレしりとりはイラストを見てしりとりでつなげていく脳トレです。しかし一つだけ次につなげることができないイラストが混じっているので気をつけてくださいね。問題は全部で4問あります。1、2問目はイラストが4つで50秒の制限時間です。3、4問目はイラストが5つになり60秒の制限時間です。1問目だけはどのイラストからスタートするかヒントがありますよ。頭をフル回転させてしっかり脳トレをしましょうね。それでは早速始めましょう。1問目です。イラストを見てしりとりを作ってください。ヒントは9位からのスタートです。答え合わせです。イラストはイカ、イチョウ、キュウイ、梅干しです。1番はキュウイからでしたね。2番はイチョウ、3番は梅干しとなります。キュウイ、イチョウ、梅干しでした。イカは次につながりませんでしたね。キウイは高い抗酸化作用があり、肌トラブルの原因となる活性酸素を取り除き、一層美肌効果が期待できると言われていますよ。便秘にも効果的だそうですね。さあ、それでは次に行きましょう。2問目です。イラストを見てしりとりを作ってください。2問目からはヒントはないですよ。答え合わせです。イラストは糸、トンネル、石、ネクタイです。スタートはネクタイからです。2番は糸、3番はトンネルとなり、ネクタイ、糸、トンネルとなりました。石は次につながらないものでしたね。ネクタイは日本では1884年に初めて生産されました。10月1日はネクタイの日だそうですよ。3問目です。イラストが5つになりますよ。イラストを見てしりとりを作ってください。
答え合わせです。イラストはワカメ、馬、信号、イノシシ、浮き輪でした。スタートはイノシシです。2番目は信号、3番目は浮き輪、4番目はワカメです。イノシシ、信号、浮き輪、ワカメとなりますね。馬は次につながらないものでした。イノシシは時速約50キロの速いスピードで走ることができるそうですよ。迫力がありそうですね。4問目です。次もイラストが5つですよ。イラストを見てしりとりを作ってください。答え合わせです。イラストはキノコ、ラッパ、目玉焼き、コアラ、紅茶でした。スタートは目玉焼きです。2番目はキノコ、3番目はコアラ、4番目はラッパでした。目玉焼き、キノコ、コアラ、ラッパとなりましたね。紅茶は次につながらないものでしたよ。紅茶にはフッ素が含まれているそうですよ。私も知りませんでした。以上で問題は終了です。すぐにしりとりができましたか？この動画で使用した脳トレしりとりは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。